線としての王冠理面の形状を使用している、霊王冠とは、瓶を密封するための線の一種。形状が単純で安価に大量生産でき、内容物の高い圧力にも耐えるため瓶飲料に広く使用されている。コレクションの対象物となることもある。名称は、西洋の王冠に形状が似ていることによる。1892年に、アメリカのウィリアム・ペインターが特許を取得。 クラウンコルクシール社の開発した自動瓶詰め装置がボトリング業者に採用されて普及した。日本での歴史は1900年に東京ビールが利用したのが最初であると言われている。王冠の寸法は内径により 18mm、21mm、24mm、27mm、29mm、30mm、3 6ト、mm、ル。 三十九ミリメートル、四十二ミリメートル、四十五ミリメートル、五十一ミリメートル、五十四ミリメートルなどがある。このうち、最も利用されているのは、二十七ミリメートル内径のものである。その側面の溝は、全世界共通で二十一本刻まれている。また、二十七ミリメートル内径の王冠は、高さにより、スタンダード王冠、または。 ロングスカート王冠と呼ばれる約6 5ト、mm、ルのものとインターメディエート王冠またはショートスカート王冠と呼ばれる約5 9ト、mm、ルのものがある一般には内径2 7ト、mm、ルで王冠の高さは5 9 7ト、mm、ルである王冠の外径を形作る金属部分をシェルというまた王冠の内側にある裏張りをライナーというライナーには コルクシート、PVC 樹脂など様々な素材が利用されるが、ほとんどのものがポリエチレン樹脂を用いている。黄缶を脱線する瓶の内容物がビールなど炭酸ガスを含む内容物の場合には内圧がかかる。また、ジュースなど加熱殺菌する内容物である場合には内部は減圧状態となる。黄缶はこれらの圧力の影響を受けることなく、 密封機能を発揮するものでなければならず、漏水試験、持続体減圧試験、瞬間体圧試験、持続体圧試験が行われる。ありがとうございます。